古生は、中国春秋時代の諏訪の皇族。同時に、将軍、芝、霊院でもあった。聖は、は、芝、名は、古生、字は、ここし、または、白。その君主の若公の孫の古良の子。以下、ここしの名で知るす。ここしが生まれた時、叔父の音は、この子を殺しなさい。姿は、虎や熊のようで、声は、山犬や狼のようだ。 きっと我々若、孔子に害をなすだろうと言ったが、古領は聞き入れなかった。自分は臨重に際しても、一族を集めて、講氏が政治を取るようになったら、祖から立ち去り、災難のかからぬようにせよという言言し、泣きながら、若孔子の霊魂は、植えることになるだろうと言った。後に、相応に仕えた。紀元前632年の上僕の戦いでは、 レインの聖徳信の俗称として参陣したが、かの予言がもとで、聖徳信が、廃止に追い込まれたことで、かへの疑念が生じた。紀元前607年、進むの長立が、そう、守る、鎮と共に、帝を打った。ここしは帝へ救援に向かい、聖王はこれから諸侯を起伏させるのに、廃家の私が、諸侯の難儀を見捨てることができようかと嘘吹き、陣を構えて、決戦を挑んだ。 ここ氏の有名を知る長立は、彼の一族は祖で盛んであるので、やがて滅びる。しばらくおごらせておこうと言って、兵を退いた。やがて自分が没すると、いとこの発が霊院となり、ここ氏は、芝、カは、後生になった。しかし、カが、相応の命で小揚げの過失を調べ上げ、その結果、小揚げが中殺されたため、さらにカを憎むようになった。ここ氏は、 顔遊兵して殺し、勢いに乗じて、総王を攻めようとした。総王は、文王、聖王、牧王の公子たちを人質とすることを申し出たが、国氏は聞かずに軍を進め、両軍は、さつきほとりで激突した。国氏が総王に向かって、矢を放つと一本目は、総王の手前に据えてあるドラに当たり、二本目は、社外の天井を貫いた。曹王の軍勢は動揺し、 回乱しそうになったが、総王が、昔、文王が息をせめて三本の矢を手に入れ、ここ氏はそのうちの二本を盗んでいたが、もはやその矢を居尽くしてしまったと兵を鼓舞し、太鼓を鳴らして進撃したので、ここ氏の軍は破られ、若公氏は壊滅した。この内奮行は進むへ亡命し、後に進むと諏訪江が派遣をかけて激突した、三笹の戦いで、進む軍を勝利に導くことになる。 ありがとうございます。